単線並列とは、鉄道の線路を複数並べたものであるが、単線が並んでいるだけで複線の機能を持たないもの。単線並列とも言う。なお、線路を複数並べたもので複線としても使用できるものは総単線という。並列に設置されている標準機と狂気。左が標準機、右が狂気。山形北山形にて、左が高架線、右が 小泉2 0主に,線をもに異なる線区の合流する駅からターミナル駅までの区間に見られる形態である。両路線を合わせた伏線を付設する場合に比べると各路線のダイヤを並走区間でも独立に設定できるというメリットがある。日本では以下のような例がある。この他に筑肥線、唐津線の山本駅本無食べ間など線路が並走しているものの途中の駅には 片方の線にしかホームがなく、もう片方は通過する区間が多く存在する。また、通常は単線運行であるが、出入雇用や多客機用の単線が並行しているものとしては、京成金町線京成高砂駅芝又駅間や、近鉄い駒ま工作線鳥居前駅宝山、寺駅間などがある。日本国外では、以下のような例がある。 西尾口西尾間の単線並列配線地下鉄やモノレールなどでは暫定的に延伸した終着駅や複線から単線に切り替わる主要駅などにおいてトンネル構造などの理由で渡り線が設置できない場合があり直近の渡り線が設置された駅から終着駅などまでが単線並列となることがある過去に単線並列運転が行われた路線は以下の例がある なお、同じ状況でも、単線運転を行う場合もあり、需要などを考慮して決められる。また、工事や災害で渡り線のない駅で折り返す、場合などに、一時的に、単線並列運転を実施することもある。工事のため暫定的に、単線並列運転を実施した例。回送列車が、本来の衛線を逆走している。外苑前駅にて総単線の例。 左右の線路用にそれぞれ信号機がある。相単線とは、線路が2本並んでいて、両方の線路を複線として運行することも、単線として運行することもできるようにした配線を言う。アメリカやヨーロッパ、そして台湾では通常ダイヤでも追い越しに使われる上、トラブル、補線作業で単線運転する機会も多い。そのため、駅間にも渡り線や安全側線が 数キロメートルごとに存在する。フランスの LGV では数十キロメートルごとに渡り線を配置する相談線を採用している。台湾高速鉄道も欧州規格を採用して、オリでは同様の相談線が採用されている。相談線にすることで一方の線路の整備を行いながら他方の線路を使って運行を継続することが可能となる。 トラブルなどで一線が麻痺した場合でも単線運転が可能となる。また、相単線では両方の線路に同じ方向の列車を通して複々線のように使用されることもある。これにより、通常時でも駅や信号場などの対比設備によらないで複々線のように双方とも走行しながら追い越すことも可能となり、性能や種別の異なる列車を共存させやすくなる。 一方、日本では運転感覚が中密なため総単線はほとんど採用されていない。日本のように列車本数が多い国では駅間での追い越しや補線での単線運転は難しいためアメリカやヨーロッパに比べると採用例が極めて少ない。ただし、日本でも a t a s や CBTC などの無線を用いた移動閉塞を導入する際に 信号システムを単線並列運転に対応させる流れはある。日本では以下のような例がある。ABCDEFGH の上高し、配線略図で広がる鉄の世界 P40、2009年 ISBN978 から4から798022000、全館法第9条、第2項に基づく添付図書連動図表。2020年6月16日閲覧。 ありがとうございます。